D1 にあの男が帰ってきた。完全密着マックス織田と行く D1 参戦記。ちょっと雰囲気が違う。夏で講師を務めるマックス、今回の参戦は授業の一環でもあるのだ。自分が想像しているよりはいいかもしれない。余裕があって、まだ全然余裕がある中でやってるから。今回マックスが乗るのはアドバンナッツヨコモマックスアリスト。自らデザインしたというリノックス製のエアロを身にまとい、ラグジュアリーかつレーシーに仕上げられている。ワンオフパーツを一切使わず仕上げられたエンジンは600馬力を誇る。GT スープラのダッシュ一式を流用し、レーシーな内装、 D1 に不可欠なシーケンシャルミッションも装備。計画アップのために使用したのはハイロッドとナックルのみ。金曜日の練習走行、どうも思い通りに車が動かない。足回りの違和感を感じ緊急ピットイン。なんかね、パンクしたみたいな感じだったんだけど、パンクじゃないみたいだな。なんだろう、切れかくアップするためのですねスペーサーがあるんですけども、詰まってるところがちょっと割れてしまって、ただですね、走ってる最中に、これがね、コッパみじんにならなくてよかったかなと思います。原因は試作段階であったナックルのトラブル。クーンにも予備を持ってこなかったため頭を抱え、そのまま予選日。マシンは夜ですね、伊藤サービスロードの社長がわざわざ届けに来てくれて、さらにモディファイをしました。持ち込みよりも調子いい状態になったんではないかと。まあこれ走ってみてどうか分かんないんだけど、はい、結構いいんじゃないかなと。他のマシンは順調な仕上がりを見せる。一方マックスはほぼぶっつけ本番コースへ飛び出す。ところが意外にも走りは悪くない。もしかしたら予選突破できるかも。チームに期待が膨らむ。さあ、いよいよ予選です。オレドさん、どうでしょう。バッチリじゃない。もうね、バッチリだよ。もうバッチリ 150% だよ。あんまり言いたくないけど、いい流れで来てるね。いい流れで来るといつも落とし穴があるじゃないですか。もう、いい流れの前に落とし穴に落ちてからいい流れで来てるから悪くない。目標はチャンピオン。チャンピオン、チャンピオン。勝っちゃうんですか。チャンピオン、チャンピオン。みんなそこそこうまいけど、はい、まあ俺レベルには来てないな。大悟は、大悟もいいけどね、はい、あれエンジンパワーに頼る時、言っちゃってる。いいんだ。そのまま行っちゃいましょうか。じゃあぜひお楽しみに。4年ぶりとなる D1、 本番を前に緊張が高まる。今回のね、搬送2本、そしてノックダウン方式ということで、最後の最後にドラマがですね待ってると思いますので、ぜひ期待してみてください。いよいよ予選1本目。緊張していると思いきや、ものすごく暖かくなって、ものすごく眠くなってきちゃった。かなりね、得点のレベルが高そうなんでね、ちょっと緊張するけど、パッとね、ハマってきちゃうから。マックス渾身の1本目。さあ、そのオリドの1本目、注目のこのアリストの走り、どういう走りを見せてくれるのか。オリド学ぶ、全然来るところチャンスカウントがついていないか。それでもこの辺の勢いはある。見せます、見せます。オリド学ぶ、ここにありというところを1本目に見せました。おー、あと1本だよ。煽るなよ。相当バクバクしてるよ。1本目は完璧に失敗しました。完璧に失敗しちゃいました。ちょっとね、気合入れすぎた。まあ2本目も気合入れてるけどね。今度の気合も空回りか、運命の2本目。1本目は失敗しているオリド。このままでは予選通過はなりませんが、2本目来た。どうでしょうか。スーッとここをパッと回り、この辺はうまく抑えた。この辺は思いっきり来るところをきっちり抑えて2本目を乗り切った。
さすがですね。やるね。選手から拍手出てますから。平均得点 99.45 というと、オリド9番手予選通過。危ねえ。ありがとう。いやー、よかった、9番手。いやー、ぶっちゃけね、今だから言うけど、ものすごい緊張した。スーパーラップとどっちが緊張する？スーパーラップなんてもんじゃないよ。予選を突破し、明日の1回戦に向けて気分よく練習開始。そこはコースじゃねえぞ。何笑ってんだよ。迷惑なんだよ。ああいうことやられちゃうのさ。果たして車は無人なのか。全然大丈夫。壊れていないことを確認し、いざコースへ。正確に全く同じところに突っ込むマックスにマサもがっくし。ハンドルがフルロックして戻んなくなっちゃった。どうやらフルカウンターの状態でブレーキをかけるとタイヤハウスにタイヤが干渉しハンドルが戻らなくなるらしい。タイロッドとナックルのセッティングを見直す。翌日決勝日、対策が功を奏してマシンは絶好調。しかしいきなりショートカットしてピットインするマックス。またもやトラブル発生か。てん、マックスのキャッチタンクがいっぱいだったのね。開会式、さすが人気者、大きな拍手を浴びる。決勝前の1回戦攻めてきます。確実にいっちゃいます。いよいよですね、こっから1回戦単走が始まります。スタート前、何か喋るかと窓を開けるが話す余裕なし。まさに緊張の極地で1本目を迎える。ゼッケン47番のこのアリストになるオリド学ぶ。見せてくれるよ。スタート。見せた見せた、これがオリドだ。ウエットならまだしもドライでこのスピン。それではリプレイでどうぞ。やっちゃった、ごめん。最終コーナーをかっこよく出ようと思ったら最終コーナーでスピンしちゃいました。もうね、何やってんのか。来たのはこの男、オリド学ぶだ。さあ今度は最終コーナーから飛び出てくるのか。ちょっと抑えた、抑えた、抑えた。さあ、飛び出ていく、ギリギリ流された、流された。最終コーナーうさんくさい。そして2コーナー流された。これは得点ちょっと伸びないかな。貝本 96.5、 千谷さん95、山地 98.8、 第3 97、 平均得点 96.82 ということで現在16位以下。来ないで。完璧に失敗しました。まあ、1本目がらしかったですね。あそこまで行っちゃうのかと。マックスの D1 グランプリはここで幕を閉じた。最高だったね、俺の走り。あれをできるのは俺しかいないから。チーム側からするとものすごい不安だったんですけど、テンションが上がりすぎて気持ちの空回りだったね。で、2本目はどんな感じで。一
張感はあったけどリラックスしていったんだけど、いろんな要素があって後ろが食っちゃったね、飛び出す時に。でもこれ4年ぶりに D1 に出てみて、目的があくまでもさ、やっぱ学生と一緒に楽しくやろうっていうことで、もう今回大変だったけど楽しい前に、本当自分たちで作ったリストでここまで来れたっていうのは悪くないのかなと。ということでですね、次はお台場、5月末ですね、それに向けて車をですね新しくして、まあカラーリングとかはね多分そのままだと思いますけども、次は上位にベスト16、そしてベスト8、そして勝っちゃう。ダメだったら審査員席突っ込むだけだよ